目指そう生涯現役姫路。この番組は誰もが生涯を通じて健康的な毎日を送るため、姫路市からさまざまな運動を紹介し、楽しみながら運動習慣を身につけることを目指します。今回の目指そう生涯現役姫路は、姫路市広畑区のメディカルフィットネス広畑運動リハビリセンターベネチアからお送りします。今回は有酸素運動を目的としたチェアビクスのご紹介をします。有酸素運動は持久力の向上や脂肪燃焼効果があります。無理のない範囲で結構ですので、テレビを見ながらぜひ私たちと一緒に体を動かしてみてください。テレビをご覧の皆さんも画面を見ながら一緒に運動してみましょう。背もたれから体を起こしていただき、足をしっかりと地面につけて座りましょう。ではその場で足踏みです。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。このリズムに合わせて足踏みを行っていきます。余裕のある方は腕を振って歩いていきましょう。では足踏みを続けながら上半身を動かしていきます。難しい方は上半身、下半身どちらかだけでも大丈夫です。無理のない範囲で動いていきましょう。では肩の上げ下ろしを4回いきます。上げて、下ろして、上げて、下ろして。次は肘を4回曲げます。力こぶを作るように腕を曲げていきましょう。次は肘を肩の高さに持ち上げます。肩に痛みがある方は痛みのない範囲で行ってください。手を横に広げます。大きく胸を張っていきましょう。では動きを繰り返します。肩の上げ下ろしです。あと2回です。肘を4回曲げましょう。あと2回です。肘を肩の高さに持ち上げます。肩に力が入りすぎないように肩はリラックスです。手を横に広げましょう。あと2回です。では一度その場で歩きましょう。では次足の動きを変えます。かかとの上げ下ろしを続けていきましょう。つま先を持ち上げます。つま先を上げてすねの運動です。もう一度かかとを8回上げましょう。つま先を8回上げていきます。ではかかとの上げ下ろしを繰り返します。手を胸の前でクロスします。体幹のひねりの運動です。右からひねっていきましょう。左です。左右交互に体をひねっていきます。呼吸が止まらないように息を吐きながら体をひねります。背筋をしっかり伸ばした状態で体をひねっていきましょう。もう少し続けていきます。では戻ったら右足を前に伸ばします。左足、左右交互に足を前に出していきます。膝の屈伸運動です。
では次は手を前から後ろに引きます。背中の運動を行っていきましょう。肩甲骨をしっかりと寄せるように動かしていきます。では一度その場で歩きましょう。次は股関節を動かしていきます。足を開きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、閉じます。もう一度足を8回開きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、足を開きましょう。閉じます。では4回ずつ足を開きます。1、2、3、4、閉じます。もう一度2回ずつです。開いて閉じてです。開いて閉じます。開いて閉じて。では余裕のある方、手を動かしていきます。では足と同じように開いて閉じてを繰り返していきましょう。あと2回です。ではその場でかかと上げです。つま先を上げましょう。次は左足から開いて閉じてです。あと2回かかとを4つ上げましょう。つま先を4つ上げます。右足から開いて閉じてです。かかとを4つ上げましょう。かかとを上げてふくらはぎを刺激していきます。つま先、左足から開きましょう。あと2回です。かかとを上げます。つま先を上げましょう。ラスト1回ずつ右足から開きます。かかとを持ち上げます。つま先を4つです。左足から開きます。背筋を伸ばして行っていきましょう。では一度その場で歩きます。では動きを少しずつ小さくしていきます。両肩を前から後ろに回します。片方ずつ回していきましょう。右手、左手、もう一度。ではゆっくり手を振っていきましょう。手の力を抜いていきましょう。ではゆっくり足を止めます。深呼吸です。息を吐きます。もう一度息を吐きます。お疲れ様でした。皆様お疲れ様でした。リズムに合わせて体を動かすことはできましたか？有酸素運動は継続していくことで持久力の向上や脂肪燃焼効果が得られます。まずは無理のない範囲から始めていただき、楽しく運動が継続できるように取り組んでいきましょう。今回は広畑運動リハビリセンターベネチアで介護予防に向けた運動指導を行うトレーナーの矢島優子さんにご紹介いただきました。目指そう生涯現役姫路は姫路市の提供でお送りしました。